はいどうも、ビバです。今回はこちらのジェックスグラスアクアリウムスフィア、こちらの水草のトリミングやっていきたいと思います。この水槽は見ての通りまん丸というか、まあ上はこう切られてるんですけど、ほぼ球体のボトルアクアリウムです。どうですか、めちゃめちゃ可愛くないですか。これボトルアクアはいろんな形があって、ティアドロップ型とかシリンダー型、筒状のやつ、ああいうのもあるんですけど、このスフィアはですね、なんともまん丸で可愛らしい、とても癖が強いボトルアクアリウムの容器なんですけど、前回立ち上げ動画アップしてますので、興味のある方はそちらからご覧ください。今回は一応ボトルアクアリウムの立ち上げの流れで水草のトリミングをやっていきます。この中に入っている生態なんですけど、ヒメタニシが2匹入っています。このヒメタニシは苔取り要因として入れています。ガラス面の苔を取ったり、あと水草の苔、流木の苔とかを食べてくれているはず。結構頻繁にうろうろしてるので、たまに面白いシーンとかも見ることができます。それともう1種類入っていて、南沼エビ1匹だけ入れています。こちらも苔取り要因ですね。水草の苔を食べてくれてるはず。あと勝手に入ってしまったラムズホーン、まだまだちっちゃいラムズホーンなんですけど、2匹ぐらい確認できました。ただ2匹いたってことは多分10匹ぐらいいそうですね。で、話は戻って、今回はこちらの水草のトリミングをしていきます。見ての通り、こんな口がちっちゃいのでうまくトリミングできるか。それではやっていきましょう。今回のトリミングなんですけど、結構伸びきった水草をバッサリやっちゃいたいので、この流木、これを取り除いちゃいたいと思います。ど真ん中にこんなの刺さってたら作業ができないので、取っちゃいましょう。本当はこういう素材を取り除かないで、なんか参考になるようなトリミング動画にしたかったんですけど、どうしてもね、邪魔なので抜いちゃいます。中にもう一本枝状の流木が入ってるんですけど、これは取り除かないでやりたいと思います。軽装に埋め込んじゃってるので戻すのが大変そう。じゃあこの状態で伸びきった水草をバッサリ切っていきます。やっぱりパールグラスの伸びがすごいですね。パールグラスはバッサリ切って、どんどんボリュームを出してもらわないといけないので、結構低めに切ります。あ、これ僕勝手に喋りながらやってるだけなので、あまり参考にならないかと。エビちゃんがね、うろうろしてるね。あ、意外と枝流木邪魔ですね、これ。で、切るときこれジョキッとやって上にグイッと引っ張ると、なんか根元から抜けちゃうので気をつけましょう。僕結構やらかしちゃうんですよね。エビちゃんちょっとどいてくれ。よし、もうザクザク切っていきます。後ろの方ボリューム出したいので、肥料とか埋めた方がいいんですかね。イニシャルスティック的なやつ、今まだ1回も肥料やってないんですよね。あ、やべ、ちょっと抜けちゃった。抜けたぞ。ミリオフィラムもバンバン増えてほしいですね。ちょっともう映像的には何が映ってるかよくわかんないですね。よし、だいぶスッキリした。めっちゃ適当に植えてたので、水草のアソートパックみたいになってますね。ただあんまり苔が生えてないので状態は悪くはない。あーやばい、あーやばい、抜けちゃった。ちょっと切れてないのが抜けちゃった。やっぱりこの口の狭さはネックですね。なんか差し戻せそうなやつは差し戻しておきます。はい、あらかた切り終わったので、ちょっと実験的にイニシャルスティックを入れたいと思います。このボトルが4リットルなので少なめに入れていきましょう。たくさん入れて失敗したくないので3粒ぐらいにしておきます。少なかったら足せばいいしね。はい、イニシャルスティック、これを適当なところに埋めちゃいます。イニシャルスティックは成分がカリウム、低焼の中に植えることで徐々に溶け出して長期的に栄養が添加されます。よし、 OK。 でゴミをすくって、わー、たくさんあるな。あー、やば、流木が。いやー、流木、これはストレス、邪魔ですね。あ、タニシがついてきた。最初から取り除けるものは取り除いた方がいいですね。あ、これは作業楽。はい、一通りこんな感じに
水草をカットし終わりました。使えそうなやつは差し戻して、残りは廃棄。後ろの方に重点的に差し戻したので、スカスカだったのは若干改善されたかなと思います。まあそんな後ろから見ることもないので、結構適当です。では流木を戻します。まず、これを入れて、よいしょ。ちょっともう、どんなんだったか覚えてないけど、適当で。はい。というわけで、こんな感じに作業完了しました。だいぶさっぱりしましたね。後ろの水草はこんな感じで、高さが半分ぐらいになりました。この後水草が成長してくれれば、だいぶボリュームアップするんじゃないかなと思います。見ての通り、水草はすごくランダムに植えてるので、自然感溢れるボトルワークになるんじゃないかなと企んでいます。正面はこんな感じ。このアヌビアス7プチがポイントですね。今回初めてこのスフィアの水草のトリミングを行ったんですが、さすがに作業をちょっとしづらかったですね。流木抜かないと作業は困難でした。現在流木2種類入れていて、この突き抜ける流木と、あとはこの枝流木、こんな感じのやつ入ってて、両方とも抜いちゃった方が作業は断然楽でした。どうしてもこの上の手の入る口が狭いので、ハサミとかピンセットとか、流木にぶつかっちゃうとすごくストレスで作業がはかどりません。なのでこれからボトルアクアとしてこういう口の狭いボトル使う方は流木とかは取り出せるようにしておいた方がメンテナンスは楽だと思います。さあ次回はこのボトルアクアにいよいよ生態を入れたいと思います。生態はもう入ってるんですけど魚を入れたいと思います。入れる魚はもう決まっているので水合わせをして入れるだけですね。じゃあ今回やれよっていう話なんですけど、これはまた次回に。それでは今回もご視聴ありがとうございました。もしよければチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。バイバイ。